ワンダーランドリーガネクストシーズンイーストリーグクラブセガ秋葉原新館大会、セガ池袋ギーゴ代表 VS クラブセガ秋葉原新館代表。はい、では解説を務めさせていただきます、プレイヤー代表の黒部です。よろしくお願いいたします。同じくプレイヤー代表のチェリアです。お願いします。今回の試合なんですが、はい、自分が視点側でちょっと参加しているので、はい、当時のボイスチャットの様子なんかを交えながら、なるほどですね、解説できればなと思います。まあ、今回その中央のタイミングが、リコーピーターなんですけど、はい、まあ、エピヌデスクだと、まあ、結構辛いタイミングであったりする時があるので、はい、まあ、それに関して結構どうやってその撤退せずに、はい、プレイするのかというような感じを結構大事に考えながらやってました。ちなみに編成ですけども、これはもう事前にもう決めてるような感じですかね。そうですね。もう事前にこれでいこうっていう感じはしてました、ね。まあ、やはりあのデスクのその相方としましては、エピヌが一番いい感じになりますかね。やっぱりそうですね。その願い星の服だったり、それも、ね、はい、買ってたりするので、エピヌのバフが入ってると。はい、この固定だとやっぱりつけられる回数も多いので、はい、かなり役立ちます、はい。まあ、狙い星の服があったとしても、まあ、そのバフ分上回るよっていう感じ。そうですね。あとデスエッグがもともと巨人処理がそんなに速くないので、はい、エピーヌが来るとそれを結構補ってくれたりする部分もあるので、そういう部分でもかなり相性がいいです、はい。でこの分分なんですけど、はい、ユニカゼもらってウィコーが右のレーンのサンドリーのタウンフィニッなんですけど、はい、この部分もボイスチャットで右の EQ サインさんに申し訳ないんですけど、はい、一回真ん中取りますと、はい、こういったような判断がかなり大事です、はい。どうしても右のカバーに行って間に合わないような状況になるっていうような時は、はい、このウィコーどこかを捨てて、はい、その代わりにどっか取るようにするっていうのを大事にしてます。なるほどですね。ここはもう逆に右に援護に行って逆に真ん中を押されたり、そうですね、はい、そういうのは避けたいので、まあ、相手側の思うつもりです、ね、はい、できるだけそのリコのスピードに惑わされずに、はい、こうどっしり構えながら前線にするような感じで、はい、を意識しながらやる。そうですね、お互いはぐれてしまうとやはりレッチアップされた時にバフが切れてしまうから、そうですね、なるだけって思うんですね。ピーター・リコは加工撃破がかなり強いので、はい、でこの部分もなんですけど、はい、レベル4になったのは気づいたので、加谷さんの方に、加谷さんがすごいイバラをかなり使ってるので、はい、イバラをぜひ帰り道に巻いてほしい、そこに体を投げ入れるので、はい、巻いてほしいっていうのを防止しちゃって大丈夫です。これは回路を使える方としては非常にいい使い方です。そうですね、回路をやっぱりあまりドラでも見ないんですけど、そういった時に相方のアタッカーを帰らせたりすることもできるので、うん、こういう使い方はエピヌ使いの人はぜひ参考にしてみるといいかもしれないです。これは非常にいいですね。で、縦真ん中に巨人も出るんですけど、はい、本当だったらレスエっていうのが後から結構きついんですけど、はい、エピヌの断裂で回路処理ができるので、はい、ここもお願いしたんですよね。巨人処理お願いしますっていうのを動作をしたんですが、はい、もう一回挟まれてしまったので、元からこのボイスチャットで、はい、真ん中に戻る段階で、はい、かなりちょっと危ないから来てほしいってもらってたので、はい、まあ、早めに戻りました。ここはすごいですね。よく取れましたね。ちょっと視界は広がってたので、まあ、本当うまくいったパターンですね。そうですね、はい、うまくはまったパターンですね。あそこでエピーヌが落ちちゃうとそのまま巨人の力でズルズル下がっちゃうような展開が多いので、はい、本当にこういう場面もできるだけ命大事にしながらっていうのを元からその開幕の前に来たみたいに大事にしてました、はい。今役割としてはチェリオさんは、まあ対位置を引き止めるような形になる。そうですね、ここは左の森の視界を取ろうと思ったんですけど、はい、うまくちょっと挟まれてしまって、はい、でうまく逃げようと思ったんで、この
カエル、カエさんがウィリアム・モーニングを気づいてたので、はい、あの森にカエルを撒いてくれっておっしゃっていて、そこに追い込むような感じで敵軍の拠点を破壊しました。今グリーンカンでちょっとワンダースキルも入って、はい、これはどちらかというと逃走用のワンダースキル、そうですね、あんまり好ましくないんですけど、はい、やっぱりエピエムレスっていうエピエムのバフが入ってる時は死なない方が一番大事なので、はい、ちょっと団長の思いで使いました。普段はまあその残り、できるだけ最後の方まで残してだいたい1分以内ぐらいですよね。そうですね、この逃げるようにカエルを撒いてもらったんですけど、はい、死んでしまって、はい、でここはあのボイスチャットでカエさんが左のフォローに入るって言ってたんですけど、はい、左のフォローに入った時に尾行に挟まれて死んでしまう可能性があるっていうような話をして、はい、左をつけて戻ってきてっていうような話をして、はい、その時に雪兎さんが右の森に入ってたので、はい、視界が取れてるっていうのをうまく使ってフッとはめようっていう話をして今右の森に回路が来ました。左は正門になりますか、ね、正門ですよ、ね、で今ここでその中チャットが出てるんですけど、はい、あそこに尾行がとどまってるんですよね、はい、相手側がその左下の拠点を完全に降りに来てる状況で、はい、でもうボイスチャットでもう真ん中の奥を降りましょうっていうのを全体で意思疎通を図って、はい、というのが今の場面です。まあ、大体この奥側拠点を取るときっていうのは、まあ、やっぱ2対1で、まあ、攻めた方が取りやすいってことですね。相手側のその尾行のフレームっていうのはかなりうまかったですね、はい、ここはその最後のフックアンダーが残っているので、はい、それだけ注意をする感じですね。ここでもう3人撤退してしまうと、もう現実的にも混ぜられてしまうようになってしまうので、ここはもうすぐに地上の判断が刺されてます。そうですね、まあ、真ん中、オリアックも今ギリギリ勝ってるので、はい、無理しないで一応帰りましょうっていう感じです、はい、まあ、はい、そうですね、たまたま流れて折れたので、はい、もう無理する必要ないので、まあ、一応折れる可能性のある巨人の連打で守りましょうっていう感じで、はい、まあ、一応全体的な意思統一ですね。相手側の、そうですね、勝つとしてはやはりフックワンダーでどうにか倒していかないと、まあ、勝てなかったというふうになりますかね。ここの森への回廊もこの雪兎さんを逃がすような回廊で、はい、加谷さんが自らこう書いてくれて、はい、助かりました。これはでもなかなかに回廊動作ですね。そうですね、回廊の使い方になってここなんかもすごいですね。これでもやっぱ拠点の媒介だとだいぶ使いますね。これでも皆さん参考にした方が、拠点使いの人はかなり参考になるんじゃないかなと思います。まあ、実際効果時間も長いですからね。そうですね、まあ、試合の展開としてはできるだけ無理をしない、はい、死なないっていうのを意識しながらですね。なるほどですね、ありがとうございました。